キャンキャン TV をご覧の皆さん、僕たちは超特急です。1号車、高一です。2号車、海です。3号車、涼河です。4号車、拓也です。5号車、ゆうきです。6号車、ゆうすけです。7号車、たかしやで、お願いします。お願いします。超特急の11枚目のニューシングル、エールが3月2日にリリースします。イエーイ。超特急初のウェディングソングです。結婚を考えている方はもちろん、8号車や一般の方の背中を押せるようなエールを与えられるような曲となってます。また、キャンキャンさんとコラボも、フォトブック、はい、もう出るので、ぜひよろしくお願いします。しますしま す, しますはい、次のテーマに行きます。はい、はい、はい、これエールの撮影の思い出は、おー、いろいろありますけど、うん、じゃあ、たかし、はい、思い出はですね、うん、このフォトブックっていうのが初めて、うん、超特急のシングルで初めてだったんですけど、うん、でもこの撮影っていうのがこんなに凝ったものをやっていただくっていうのも、うん、シングルで やっていただくのも初めてだったんで、うん、もう終始もうメンバーがこの撮影を楽しんでいるっていうのがすごく思い出になりますね。でも笑顔だけじゃなくて大人っぽいところもあったりとか、そういう風な意外な一面とかもあったりとかするので、うん、8号車みんなも喜んでくれるような、うん、そんなフォトブックになったんじゃないかなって思います、ありがとうございます。じゃあ、ゆうすけ。僕はですね、これ、うん、おこれに注目してください。この4枚すんごいかっこいいですよね、うん、で、今回このちょっと中顔があるんですけど、うんうん、ここ唇注目してください。何？この時だけリップクリームベットベトです。やめろ。やめ。この時だけリップクリームベットベトで、もううるうるのうるうるになってるんで、もうあのほら余計にうるうるなんですよ。はい、だからです。そのだからです。だからそのリップクリームベットベトだったな、この時だけっていう思い出が僕にあります。そんな思い出。あと表紙のね、これ、うん、めっちゃ寒かったけど、みんな真顔でちゃんと真剣にやったっていう。真顔じゃない。みんないい表情で撮れたのが、こう寒さを感じさせなくて素晴らしいなと思いました。温かい感じの、はい、はい、だけ皆さんチェックお願いします。お願いします。はい、こちらのキャンキャン初回限定版に封入されているハガキとキャンキャンの4月号についている応募券を合わせて送ると、キャンキャンの超特急×キャンキャンのスペシャルイベントに抽選でご招待しますので、皆様ぜひいらしてください。待ってます。待ってます。待ってます。以上、僕たちは超特急でした。